長老が曹操に降伏したとのこと。漢中は義に抑えられました。ここは孫悟に動いていただきます。義が呉と戦っている隙に手薄となった漢中を攻め落とすのです。呉はこちらの思い通りに動いてくれるでしょうか。そのために慶州の一部を呉に渡そうとしているんですね。ええ、領土を失うのは痛手ですが、漢中は必ず抑えねばなりません。漢中は長安への、いいえ、仁の世への足がかりなのですから。呉はきっと納得しませんよ。慶州の一部を得られ、蜀と共に義を攻める。なるほど、呉に利があるように見えます。しかし呉は本来は自分たちのものである慶州を餌にされ、望まぬ戦いをさせられるという見方もできます。諸葛亮殿の提案は余計な恨みを買いかねませんよ。呉は今までも感情的にならず利を取ってきました。今回もそういう方針を取るのではないでしょうか。以前ならそうでしょう。ですが今まで呉の交渉役だった露宿殿は先日亡くなりました。後任が彼と同じ考えかどうかは分かりませんよ。我らはこれより漢中へ攻め込みます。曹操本隊はすでに引き上げているようです。今漢中にいるのは花公園と長江、全軍で当たればまず負けはないでしょう。漢中は険しい山間の地、今までとは違う戦い方をしなければ攻め落とすことは難しいでしょう。けど義軍は随分高いところにいるぜ。下から突っ込む以外方法なんてあるのか。青いな、それでは敵の思うつぼよ。上からはこちらの陣容が丸見えじゃ。すぐに追い払われてしまうじゃろうて。山で寛容なのは相手より高所を取ることよ。奴らの目が届かぬ裏手から登り、さらに上で陣を張るべきじゃろう。さすがは甲冑殿、おっしゃる通りです。裏の山道はかなり険しい。敵もそこを進んでくるとは思っていないでしょう。しかし老練たる甲冑殿ならあの道を進むことも可能なはず。なんとか高所に陣取り、花公園に逆落としを仕掛けていただけませんか。大役、確かに引き受けた。義のひよっこどもたっぷりと揉んでやろい。さて曹操殿から漢中をいただきましょう。漢中は陣地間の連携が要、面で攻めますよ。敵の総大将花公園は帝軍山にいるか。補正、お前の策で私を勝利へと導いてくれ。劉備様からのご命令は、増援部隊を3カ所に送るだったはず。でもどの戦線に送ればいいのでしょう。殿から預かった地、断じて渡さねえ。俺様も本気を出させてもらうぜ。
坂落としなどひよっこには想像もつくまい。この策で勝負をつけてやる。弓兵部隊はどうしたら弓が得意な方に送ればいいのでしょうか。騎兵部隊は馬に慣れた方に送った方がいいでしょうか。工作部隊はきっと兵器を扱える方のところですよね。これならきっと間違いありません。よかった、少しはお役に立てたみたい。成功したか。手間の分の見返りはあったな。おお、よくもかかれ。劉備さえ討ち取ってしまえばいい。こんなところで阻まれるわけにはいかぬ。何としてもしのぎきらねば。強い諸君、これほどとは。敵将討ち取った。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。おお、いい戦ぶりだ。こんなにすごい人初めて見ましたよ。ちょっと待てって、ここには兵糧があるんだ。勘弁してくれよ。そうなら余計に人を殺すか。あなたを倒して兵隊を立たなければ。よーし、言っとくか。あの兵をいただいたぜ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。しくじった。もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。天狗、天刀山が敵に制圧されました。はっちゃ、すこやられちまったか。天水に兵糧の要請をしねえとな。私についてきてください。策はあります。
直軍を一掃するぞ。父上のため武勲を立てなければ。出来が来ましたね。我が準備は万全です。ではよろしくお願いしますよ。私は敵軍を装い、あの者らを誘導します。次の作戦地点にてお待ちください。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。するしかない。父上、申し訳ありません。敵者、討ち取った。ご立派なお姿、感服しました。ここは引こう。殿に何とも押し開きをすればいいのか。攻めを攻めているのが全て引きましたね。造作もない。俺を嫌う者らの悔しげる顔が浮かぶな。もうお前を逃がさない。来るがいい。
消えたぜ。我が正義を止められるものか。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。敵の狙いはこの地と見た。おなども守備を固めよう。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。その調子でお願いします。気を引き締めて。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。よくやってくれた。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。倍返しだ。たっぷり味わえ。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。こんなにすごい人初めて見ましたよ。将軍の美しい戦。邪魔をさせるわけにはまいりません。邪魔はどっちだ。艦中は俺たちがいただくぜ。お前こそ真の三国無双だ。破れようとは。敵将打ち取って。よくやってくれた。ユース、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。なんと無様な。将軍、お許しください。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。いいぞ、その調子だぜ。
敵も少し。おお、なんだこのじいさん、強いぞ。みんな弓矢に気をつけて進軍しろ。するから来てみればやっぱり職軍だったか。ここを明け渡すわけにはいかん。この地に都市所がいる限りな。犠牲だけは一人前だ。力づくで奪い取ってくれる。やられてしまった。夏侯尚殿が職軍を通しさえしなければ。くしもどんの前は。さて、わしらは急ぎ進軍せねば。大杉殿から頼まれた逆落とし、大変必ずや果たさねば。はっ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 。相手から職軍だと。この先には夏侯園殿がいるというのに。大将を討ち取って。
どころか敵の侵入を許すとは。加工園殿、どうかご無事で。策を成す時じゃ。あんな落としで敵の度肝を抜いてくれるわ。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。さすがです。その調子でお願いしますよ。これは馬が駆け降りる音か。いやいやいや、ちょっと待てって。よっ、いや気持ちいいな。敵が慌て止めてやるな。山から出るとブロキかよ。痛い一撃だぜ。戦果としては申し分ありませんね。帝軍山を制した意義は大きい。王政の策は実に見事だった。よし、艦中を落としたぞ。俺たちは勝ったんだ。義も大したことはないな。山中を駆け回ったが誰もわしについてこられんかったわ。ようやく曹操から領地を奪ってやったぜ。
俺たちはここまででかくなったんだな。義は必ず漢中を奪還しようと動くはずです。この勝利を無駄にしないためにすぐに迎撃体制を整えましょう。勝利の余韻に浸るのはもう少し先になりそうですね。私たちの進軍と同時に呉が合肥に攻め込んでいます。義はその対応に追われすぐには漢中に引き返しては来ないでしょう。その猶予を生かし今より漢中の防備を固めます。皆さん、あと少しの間奮戦してください。